皆さん、こんにちは。レースクイーン、グラビアアイドルとして一時代を築いた岡本夏樹さん、奇抜な衣装と爆弾発言という個性的なキャラを確立し、5時に夢中で再ブレイクしたことは多くの方の印象に残っているのではないでしょうか。ただその5時に夢中を降板となった彼女は、 MC を務めていた深川亮さんとの喧嘩や枕営業などが話題になりました。深川亮さんとの喧嘩の内容や枕営業、芸能界の闇の真相の内容は一体どういったものなのでしょうか。テレビの露出がなくなった岡本さんには、病気で自宅にこもっているという噂や、突然ブログの更新がなくなったことで安否を心配する声も。そこで今回は岡本夏樹さんの現在についてご紹介します。2016年3月29日の放送をもって5時に夢中を降板した後、テレビから姿を消すこととなった岡本夏樹さん。そんな岡本さんには、病気で自宅に引きこもっているという噂があります。また岡本夏樹さんの現在の活動や収入源を気にする声も。本当に岡本さんは病気で自宅に引きこもり療養生活を送っているのでしょうか。まず現在の岡本夏樹さんが病気で自宅に引きこもっているという噂ですが、実際に岡本さんを見たという目撃情報がありました。こちらの目撃情報は2017年の話になりますが、芸能記者の井上公造さんがブロードウェイミュージカルシカゴで主演を務めた米倉さんにインタビューをすべくニューヨークへ向かったところ、なんと彼女にばったり遭遇したとのこと。岡本夏樹さんは米倉涼子さんの大ファンということは有名で、この時は米倉涼子さんのミュージカルを見るために友人とニューヨークへ旅行に来ていたそうなのです。それ以外にも2017年と2018年にツイッターには岡本夏樹さんの目撃情報がツイートされています。この目撃情報を見る限りでは、岡本夏樹さんが病気で自宅に引きこもっているとは考えにくいですよね。ではなぜ彼女に病気で自宅に引きこもっているという噂が上がっているかというと、もともと岡本夏樹さんは持病を抱えていたからなのです。彼女の持病として知られているのが、アトピー性皮膚炎、甲状腺の病気、糖尿病、胆石、脳梗塞。最初のアトピー性皮膚炎は幼少期からの持病となりますが、この病気を理由に自宅に引きこもっているとは考えにくいです。ただそれ以外の病気であれば、それを理由に自宅に引きこもっているという噂もまんざら嘘ではないのではないでしょうか。実は岡本夏樹さんが2015年に出演されたあるバラエティ番組で余命宣告を受けていたということなのです。実は岡本の体には2015年の時点ですでに異変が生じていて、胆のうは胆石だらけだと診断され、脳梗塞を患っていて、俗に言う隠れ脳梗塞というのが9個もあると言われてしまったのです。そしてあと5年という余命宣告を宣言されてしまったのです。そのため岡本夏樹さんは自宅に引きこもり療養生活を送られているのではと噂されているというのが真相だったのです。余命宣告が本当であれば、岡本さんは2020年に病気で亡くなってしまったことになります。そう考えると、病気の症状が進行し現在は自宅で療養生活を送っているということも十分考えられますよね。ただ2019年7月4日に更新されているブログを見てみると、リュックサックに猫を入れてどこかに移動されている画像が投稿されていました。これを見ると、この時点ではとても病気を理由に自宅で療養生活を送っているとは思えませんが、2024年現在ではある病気と闘病中との話があるようです。そちらについては最後にご説明させていただきます。テレビから消えてしまった岡本夏樹さんですが、現在の収入源や活動状況を気にされているという方も多いようです。まず岡本さんの現在の収入源については、以前から取り上げられており、しっかりとした家賃収入があるというのは
知られています。岡本夏樹さんはテレビの出演が増え人気タレントになっていた時にこの仕事が長く続くことはないと考えていて、静岡に一軒家と岐阜と東京代官山にマンションを購入していたそうです。家賃収入で生活していたことについては2010年12月7日に行われたテリー伊藤さんが監督をされた映画10億円稼ぐの DVD 発売記念イベントに宣伝クイーンとして登場した岡本さんが自身で語っていました。家を4軒安い時に買ったんですよ。10年間の潜伏期間は家賃収入で生きてきました。10年間も家賃収入で生活できたとなるとかなりの収入源だということは容易に想像できます。この4件を現在も変わらず所有しているとなれば、テレビから消えてしまった現在も家賃収入で生活されているかもしれませんね。また岡本夏樹さんの現在の活動については主に2011年から行っている被災地への義援金活動や実際に被災地に足を運びボランティア活動を行っています。現在彼女は芸能事務所に所属せずフリーランスのタレントとして活動しています。深川亮さんと岡本夏樹さんといえば、彼が MC を務めている5時に夢中での共演が知られています。もともとは人間として扱ってくれると深川亮さんのサイン会にまで足を運ぶほど彼女が慕っていたと言われています。ところがあることをきっかけにして二人の関係が断裂してしまいます。関係が断裂したきっかけは2016年4月に行われた岡本夏樹さんと深川亮さんのトークイベント深川と夏樹のガチンコスプリングガチハルでした。このイベントの最中に何の打ち合わせや前触れもなく深川亮さんは観客の前で岡本夏樹さんに突然キスをしたのです。これにはさすがの岡本夏樹さんもこらえきれなかったようで、深川亮さんがした行為がわいせつ行為にあたるとして深川亮さんを訴える事態にまで発展しました。裁判では岡本夏樹さんの訴えが認められ、深川亮さんは岡本夏樹さん側の請求通り1円の賠償金を支払うように命じられました。そしてこの騒動の背景には出演ギャラをめぐるトラブルが関係しているといいます。ガチハルの出演ギャラが岡本夏樹さんに伝えられないまま当日を迎え、岡本夏樹さんが不信感を抱き出演ギャラが決まっていない状態で出演オファーをしてきた深川亮さんに対して不満と怒りが爆発したというもの。深川亮さんが主催するロケットマンサマーフェスに出演した時のギャラに対しても不満をぶちまけていました。岡本夏樹さんは友人のイベントに出演してギャラをもらうことに対して違和感を感じていたため、一旦は受け取ったギャラを全額返金しました。ところが後日深川亮さんの事務所から岡本夏樹さん宛に年末支払い通知書が届いたそうです。一旦は支払われたギャラを全額返金した岡本夏樹さんからしてみると、もらってもいないギャラの年末支払い通知書が届くなどとはつゆにも思っていなかったため、深川亮さんとマネージャーと岡本夏樹さんの3人で話し合いの場が持たれました。そこで深川亮さんの口から飛び出したのは驚きの発言でした。岡本夏樹さんから戻ってきたギャラ現金は全て自分の懐に入れたけれども、税法上の返金措置を怠っていたため岡本夏樹さんに支払い通知書が届いてしまった。その件に関しては岡本夏樹さんの税理士さんにお願いして処理してもらってほしい。明らかに配慮を欠いた深川亮さんの言動に対しては不信感しか残らなかったようで、今でもその遺恨が残っており、裁判が終わった今も二人の関係は絶縁状態のままで修復には至っていません。他にも5時に夢中での共演をきっかけに大親友と呼べるほど親しくなった北斗晶さんとも確執があるようです。番組内でも奇抜な衣装でとんでもない発言をする岡本さんに北斗晶さんが突っ込むという掛け合いは番組でも名物となっていましたが、北斗晶さんは乳がんが見つかり2015年9月に乳がんの摘出手術をして
手術後は辛い抗がん剤治療の生活を送ることに。もちろん5時に夢中は病気療養のため出演できなくなったのですが、北斗晶さんが戻ってくるまで自分が頑張るという思いで岡本さんは頑張られていました。北斗晶さんを心配する彼女は、北斗晶、佐々木健介夫妻の自宅に何度も足を運び、その様子はお互いのブログでファンの方々に公開されていました。ただ岡本夏樹さんが5時に夢中を降板する前くらいから一切話題に出ることがなくなっていたため、ファンの方々は心配されていたのです。その後5時に夢中を降板となった岡本夏樹さんはブログで意味深発言をされています。当たり前の日常はいつだって予告なく崩壊する。いつまでもあると思うな。親と金とレギュラー番組だっちゅうの。人生なんていつだってちょっと先は闇面よ。経験者はしみじみ語る。これだけ見たら単に5時に夢中を降板になったことに対する愚痴と思えますよね。ただ中には北斗晶さんとの不仲や確執を心配する声が、実は岡本夏樹さんが5時に夢中を降板する原因となったのが、インフルエンザを患った後に佐々木健介さんと共演してしまったことなのです。降板する際に岡本さんは番組のエンディングで謝罪コメントをされています。インフルエンザの後、診断書も持たないまま8日にテレビに出てしまったことで、佐々木健介さんはじめ全ての演者スタッフの皆様にとてもご心配をおかけしました。ご迷惑をおかけした皆様、本当に申し訳ございませんでした。深く反省し、今日限りで番組を降りることになりました。今までありがとうございました。乳がんで自宅療養中の北斗晶さんに、インフルエンザが感染したら命に関わるため佐々木健介さんが激怒したのではという推測も上がりました。お騒がせタレントとしてなんかと注目や話題となってきた岡本さんは、枕営業について暴露していた過去があります。では芸能界の闇に触れていたエピソードがあります。1.2011年記者会見。2011年ドラゴンネストのハロリ声優の記者会見での出来事でした。声優に初挑戦したモーニング娘。道重さゆみさんが登場。同席していた岡本夏樹さんが唐突に道重さゆみさんにアドバイスをしました。道重がこの後、10年芸能界で生き残るためには枕営業しかありません。枕を売ることも枕営業ですからね。道重はまだ赤ちゃんだから大人の事情をいろいろ教えないと、と道重さゆみさんにアドバイスしました。2014年、5時に夢中生放送の情報番組5時に夢中で、2011年から約4年半もの間火曜レギュラーを務めていました。2014年5月20日に過去に枕営業含め年収2億を稼いだと告白しています。自分の22歳29歳を思い出すとね、まあそれはバブル時代もありますけど本当にいい時代でね。東京に上京したばっかりで芸能事務所入って独立して年収2億あった時代なんですよ。この体一つでね、枕営業もしながら2億ですからと発言。枕営業した人数は2000人に及ぶとの情報もありました。現在はメディアでの出演は見かけないものの、生涯獲得ギャランティーは50億円超えと語ったこともある岡本夏樹さん。2000年に購入した自宅マンションは4年でローンを完済していました。2021年現在、代官山に1軒、静岡に2軒、岐阜に1軒家と合計4棟も物件を所有。お金には困らない生活を送っていることが分かりました。そんな岡本さんは現在結婚はしておらず、現在の岡本夏樹さんのモットーは人に流されることなく自分流の生き方をすることだそうです。岡本夏樹さんは若い頃から芸能界で活躍しているため、言い寄ってくる男性は非常に多かったものと思われます。そしてその当時は見た目やその時の一縷の感情に流されて交際するということも
しばしばあったそう。しかし人生経験を積んでいくにつれて男性を見る目が変化していき、それは恋愛観や結婚観にも反映されるようになっていったそうです。2017年頃受けられたインタビューでは、もう今後一回もセックスをしなくていいと語っておられました。どんなにかっこいい男もブサイクな男も結局やることは変わらないからと言い、性行為に対して飽きてしまい興味を完全に失っていると説明されていました。経験人数2000人超えと言われる岡本さんは、1年に2000回以上性行為をしており、その数は成人平均の50倍にも上ります。若い頃は膣の皮膚が硬くなっていたため怪我をすることはなかったそうですが、35を超えてからは会員部が切れて流血することもしばしば、しばらくして治っても一度切れたところがちょっとした刺激でまた切れてしまい、気をつけていても切れるため困っていたそうです。性行為のしすぎによる後遺症として、岡本さんは現在子宮頸がんと闘病中という話があります。子宮頸がんは性行為による HPV の感染により発症しますが、発がん性 HPV 感染が長期化しても簡単にはがんにはなりません。 HPV 感染から子宮頸がんになるまでは数年、10年以上の時間がかかります。またいきなりがんになるわけではなく、がんになるまでの間には細胞の形態が変化を起こす前がん状態、異形性が長期間にわたって見られます。岡本さんは現在58歳となりますが、45の年までは性行為に明け暮れていたようで、十数年の時を経てがんが現れたとのこと。閉経してからは性病検査にも子宮筋腫の検診も怠っていたことで、進行するまで全く気づかなかったそう。幸い都内で充実した治療を受け、病状は安定している様子。歯に衣着せぬ物言いが人気だった岡本さんですので、またその元気な姿をメディアで見せてほしいですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。